予定と予定の間に15分ずつでも空き時間があったら、都度ゆっくりしようってなりますよね。とてもわかります。しかしよく考えてみてください。15分ずつの空き時間も、こんにちは。株式会社即決営業コンサルタントの小山です。日々の営業活動お疲れ様です。今回は仕事の空き時間の使い方について考えてみたいと思います。外回りが多い営業は商談と商談との空き時間や移動時間が多いですよね。皆さんはそんな時間をどう過ごしていますか？まあ、あまり大きな声では言えないけどサボってしまったり、または意味のない時間を過ごしてしまったわという方多いんじゃないでしょうか。実はある転職サイトの調査では、営業中にサボった経験があるっていう人はなんと 80% 以上。そのうちのおよそ3割の人はサボった理由として次のアポまで時間が空いたからと答えています。まあ、営業の場合、昼食の時間は別として、予定と予定の間に15分ずつでも空き時間があったら、都度ゆっくりしようってなりますよね。とてもわかります。しかしよく考えてみてください。15分ずつの空き時間も、1日にそれが4回でもあれば、まあ簡単に1時間の空き時間ができるわけですよ。仮に毎日1時間の空き時間があったとすると、1ヶ月でおよそ20時間、1年間で240時間にもなります。いかがでしょう？この空白の240時間、ネットサーフィンでもして、売り上げにつながらない行動をしていたら、めちゃくちゃもったいなくないですか？この時間を上手に活用できれば、他の人に差をつけることができると思いませんか？ということで、今日はトップセールスが実践している空き時間の過ごし方3選をお伝えします。時間の使い方、これからどうしていこうかなとちょっとでも思う方は、ぜひ最後までご覧ください。即決営業、トップセールスが実践している空き時間の過ごし方、一つ目はメールチェックとフォローです。お客様からの連絡に素早く対応するのは営業の基本ですよね。またメールはですね、リピーターや紹介を作るツールにもなるんですよ。まずお問い合わせのメールはスマホからでも簡単にチェックできますので、ぜひ空き時間を使って素早いチェックや返信を行っていきましょう。またリピートや紹介を促すようなメールを送るというのもとても効果的です。例えば文面のサンプルとしましては、〇〇さんこんにちは、先日は弊社の〇〇のご購入誠にありがとうございました、〇〇の使い心地はいかがですか、当社では日々改善に向けた取り組みを行っております、もし気になることがございましたらいつでもご連絡くださいね。ちなみに本日7月31日の花は桔梗、花言葉は変わらぬ愛、誠実です。私も変わらず誠実にお客様と向き合っていきます。もし〇〇を気に入っていただけましたら、8月のキャンペーンで2回目のご購入は 25% オフになりますので、ぜひこの機会にご利用くださいね。今後ともよろしくお願いいたします。こんな感じの文面ですね。ただこれをですね、外出先とか移動中に長文メールを打つのは大変なことも多いはずです。そんな時におすすめなのが定型文や辞書登録機能の活用です。簡単な操作で決まった文章を入力できるようにしておけば手間も減りますし、誤字脱字とかのミスもなくなります。また定型文のパターンも、リピートを促す定型文、紹介を促す定型文、新規顧客フォローの定型文といったように準備しておくと、まあ楽ですし、お客様ととにかく早くコンタクトが取れます。こういった一つ一つの連絡でトップセールスは常に売り上げを上げる行動をしています。地道に行動していきましょう。トップセールスが実践している空き時間の過ごし方、二つ目は読書です。いろいろなお客様と接する営業にとって、あらゆる知識を得ておくことも大切な仕事です。あなたが取り扱っている商材に関連する内容の本を読むことで専門知識を増やしたり、ビジネス書や雑誌を読むことで商談時の話のネタを一つでも仕込んでおきましょう。こういうことを言うとですね、情報を得るためならネットサーフィンでもいいのではと思う方もいると思います。しかしそれなりに時間があるのなら、ぜひ本を読んでいただきたいんですね。なぜならネットの文章と本の文章は根本的な構造が違います。
ネットは読み手に主導権があって、情報を消費していく読み方になるんですよ。自分に必要なものだけを短い時間で頭に入れていく。これはネットのいいところでもあるんですが、知識や経験という意味で長期的に身につきにくいというデメリットもあります。さらにネットの情報は全てとは言いませんが、嘘とか信憑性の低い情報が、本当にたくさんありますよね。もしネットから学ぶのであれば、有料会員サイトなどで正しい情報を得ることが効果的でしょう。無料でのネットの情報は効果を考えた時に最善かどうか、というところです。一方、読書はある程度の集中力や想像力を使って情報を得ていく作業になります。本の内容もネットの無料の情報に比べて、それは圧倒的に濃いものがあります。また本はですね、人から借りることもあるんですが、基本的には自己投資して手に入れた情報なので、ぜひその情報を無駄にしたくないっていう、こういう意識が働いて理解度や記憶力が高まると言われてます。ですから、空き時間はぜひ本を読んで自分の力に変えてください。トップセールスが実践している空き時間の過ごし方、3つ目はイメージトレーニングです。イメトレって言いますね。私もこう見えて野球をしていましたが、バッターとしてピッチャーが、このコースに投げてきたらこういうヒットを打とうっていうこととか、内野手としてこういう打球が飛んできたら足をこうやって動かして、こうどういうバウンドでキャッチして、いかに早く一塁へボールを投げるか、こんなイメトレをよくやっていたものです。でも果たしてイメトレで成果って出るのでしょうか。心理学者のアラン・リチャードソンさんの実験で、バスケットボールチームを3つのグループに分けました。そしてフリースローの上達のために20日間、各チームで異なる行動をとってもらいました。 A グループ、20日間実際に投げる練習を行う。 B グループ、20日間全く練習しない。 C グループ、20日間イメージトレーニングだけを行う。20日後にどれだけフリースローの成功率が変わったかを見てみました。すると結果は、A グループ 24% 向上、 B グループ変わらず、 C グループ 23% 向上だったんです。イメトレはボールを実際に投げてないのに、実際に投げて練習したのと変わらない効果が出ました。イメトレでも実践と同等の成果を得られるということです。ですから、営業ではぜひ商談のイメトレを行いましょう。2つのイメージができるといいですね。1つは自分が主導権を握りまくってのびのびと商談しているイメージ、そしてクロージングも鮮やかに決まっているイメージです。もう一つは、もしお客様に思うような反応をしてもらえないときに、自分がどのように立ち回るかのイメージです。例えばヒアリングでなかなかお客様が本音を言ってくれない、さあどのように思いを引き出そうかとか、商品説明でお客様の反応が良くない、そうなったときにどうするか、他にもクロージングで今日は決められないって言われたときに、なんでなんですかとテンション低く反応するのか、笑顔で大丈夫です、こうすれば今日決められますよって反応するとかですね。こういうイメトレは長い商談すべてをイメージしなくても断片的で結構です。例えば私の場合は、初めにいかに信頼関係を早く築くか、ここばっかりですね、うまくいくイメージをしていました。皆さんもですね、ここがうまくいくと商談が確実にうまくいきそうだというところを絞って、少しでも時間があればぜひこのイメージトレーニングを集中してやってみてください。ただし、次の商談には遅れないようにアラームをセットしておいた方がいいですよ。そうした細かい努力をトップセールスマンたちは毎日実践しています。即決営業、さていかがでしたでしょうか。トップセールスが実践している空き時間の過ごし方を3つご紹介しました。まとめますと、1つ目はメールチェック。お客様とのコンタクトを素早く取るのが大切です。そのために定型文等も活用しながら、メールチェックや返信、リピートや紹介につながる連絡をどんどんしていきましょう。2つ目は読書。専門知識や話のネタを集めるため、積極的に本を読むようにしましょう。ネットの情報より本の情報の方がおすすめです。3つ目はイメージトレーニング。これは実践訓練と同等の成果が得られます。ぜひうまくいくイメージを作って、次の商談でね、成果を出しましょう、ということでした。塵も積もれば山となります。先ほど言いました、空白の240時間をゴミとするのか宝とするのかは自分次第です。ぜひ今日から
そしてできることから実践してみてくださいね。本日は以上になります。株式会社即決営業コンサルタントの小山でした。どうもありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。